お数珠について、これはね、あのまあ一回聞き直したけども、結局平年寿がいかんってことですよ。平とみかんの、みかんってどういう丸いの、うん、丸くない、ちょっとあ、ま、最初丸い、その後メトルつけると切る、だからみかんみたい、似てる。だからどんなみかん玉が、あの平玉の種類、え、みかんって言ったって、誰かちょっと紙と鉛筆そこら辺ない、多分みんな持ってくる、みかん玉、ネットルケース、だから宝石、みかん玉なんてあるの、そう、みかん玉、宝石か菩提樹じゃないと大体みかん玉。え、それ形のこと言ってんの、紙ですか、いや、形のこと言ってんの、それとも、はい、その形だから、開放門と日印書人の教えが、あのね、でもこれ邪習だからさ、彼が言ってるのは日蓮召集で、その違反使っちゃいけないよって言ってる玉を使ってるって言うんですよ。こんな感じ、こういう丸く、あの、楕円形っぽいってことね、あのまん丸じゃないんだね、うん、まん丸じゃない、少しこう縮まってる感じだね。実物が見たかったな、それ、ね、僕私でも40年間召集の進行してきてるけど、こういう玉を持ってる人見たことない、全部綺麗な丸ですよ。仏壇屋行っても、ま、丸しか見ない、見たことないね。だからそのみかん玉っていうイメージがもうちょっともわからなかった。でそれ召集のあの仏壇屋さんなの。この間ちょっと話したんですけれども、うん、あのみんなご改元されてるお数珠であれば、うん、ちょっと形はそのように似てていたとしても、うん、召集はそれを認めて、うん、あのご改元されてるんだから問題はないはずなんで、うんうん、皆さんご改元されてるご数珠、それはその仏壇屋さんっていうのはそのアメリカの仏壇屋さんなの、まあ、日本にいろいろ調べた、おそらくそれは、うん、あ、今出るじゃん、その入信がすごく古い人たちで、昔にあの購入されたお数珠ではあったようなんですよ、うーん、本当みたいなんです。だから一気に取り替えたことがあったそうです。丸玉に、丸玉に、あ、それはダメだからって言って、あ、だからさ、一種のあれじゃないの、これあのいわゆる多少容認したっていうかね、その人たちの信心をあの立てるために暫時しばらく許すという、そういう権威だったかもしれない。あの昔のほら遡っちゃあれだけど、江戸初期の時 の、 あの日清商人時代にさ、要望寺系の信徒たちがダダダダダダって来た時ね、あの時にやっぱり国衣ね、黒いあの装衣とか、あのあとは釈迦像をどうしても執着強いものには一応は暫時許したっていう時代があるわけだよ。で年月をかけてこう払っていくっていうかね、そういう権威の一文を見たのかもしれない。絶対ありえない、もう40年間やってきたけど、まん丸玉以外の数珠っていうのは日蓮召集信徒の中で持ってるの見たことない。なのであのこの間確かめた時にご主人にあったそうに、ん、今のではご改元されているので、うん、陛下がもう認められているので問題ないですということですので、それをもし見たとしたらもうすごく古いお数珠だったかもしれないです。もし見たことがあるっていうんだったらば、うん、その持っている方のね、あのお数珠、今リアルに仏壇屋で売ってるわけじゃないんでしょ。今は売ってないはずです。古いの、その今やのリアルの仏壇屋さんがこのリアルタイムにそのみかん玉 の、 あの、まあ、売ってないでしょ。売ってる、みんな大体だからこれがまん丸と、まん丸だよね、とあの宝石のから作ってる、うん、でもそれ以外プラスチックも日蓮召集のお寿司屋さんでは、はい、売ってないですよ。今この間見ただけどそれはでも認められてるってことで、ね、でもご改元やってことはあるから、だからじゃあネットで出てるはずだよね。日蓮召集はいっぱい出てますよ。日蓮召集では出てない、召集は出てこないですね、うん、
だから認められる。それ本当に一蓮召集の仏壇なの？これはだから、うん、あの日本ですか、彼の主観であって、あの召集ではそれは二眼玉と認めてないと思います。公開連されてるっていうことで。えだけど、みかん玉って こんな形のやつを誤解するはずがないんですよ、そもそも。うん、ちょっと。でも、ね、その僧侶はあの大丈夫だと、もし外科様か、会議になりましたから、だからじゃあ。いや、書人様の形と日光書人日目の伝授を見ると、まん丸でしたね。でも今はちょっと、まんね。だから日前週これはまん丸だよね。うん。え、あなたから見るとこれもみかんに。それあ、そうか、これが何ちょっとみかんっぽく見えるってこと？少しこうまん丸よりも、うんうん、縮まってるみたいに。あ、そうかもしれない、ね。あ、これはね丸と思いましょう。こんなに、うん、こんなに平らじゃないよ。これは丸ですよ。あ、だからあのその演説の、うん、ね、書いてあるその日印証人あのとあの会話、はいはい、演説だから演説見るとそれはまん丸ね、あの真ん中から全部同じ流すみたいね。あ、あの図ね、そのまん丸だから半径が全部同じってことなんですよね。でも半径が同じ、みかん玉で検索したらこんな、あ、まあ邪臭が出てくるわけね。だからそれはでもあんまりの平たく、でもちょっと切れてると同じじゃないか。でもあの僧侶が言ったことはあの会見やっただったらもう大丈夫です。だからもう心配ない。あ、日印書人のあの図のことも全部ずっと読んだんですね。で、今っていうのはその図のこと言ってるの。完璧な球体でなきゃいかんっていうことを言ってるのかな。うん、この中にこれね、ここに、あ、書いてある、その十字のことを表す、それ全部十字のことを全部読んだけど、その平念珠はいけないっていうのは繰り返し書かれてるけど、うん、はい、だからみかん玉平の、みかん玉っていうのはどこから聞いた言葉なの、みかん玉っていうのは。いろんな念珠点から、念珠点がみかん玉が平玉と Same, it's a type of hiratama. その中途半端な円っていうことはどこにも出てないんですよ。だからこのここはね、袈裟数珠のことずっと読んでったけど、要はこの丸玉大仏は丸玉をやりなさいよと言ってると。ほんで平念珠はあのいけないよと。しかもその理由がね、実は平念珠っていうのは数をごまかすんですよ、念仏宗は。だから丸玉だと絶対1個しか勘定できないわけだよね、 こんな風にできないから。ところが平念珠だと10個ぐらいこうやって いっぺんにこうやって食っちゃうんだって、それで自分は10回念仏を唱えたよってことにしちゃう。これが小妄罪、嘘つきになる、だからいかんって、こういう理屈なんですよ。その玉が微妙にちょっと へし上げてるとか伸びてるとか、そういう意味じゃないの。完全な球体じゃなきゃいけないって意味じゃなくて、このその形だと一個一個一回一回南妙法蓮華経南妙法蓮華経って来るから正直な行になりますよと。平念珠はそうやってちょっと 2,3 個飛ばしちゃえって言って仏に嘘ついたことになる、それは何の功徳にならないんだよっていう。だから平念珠は地獄にあのあかんという、そういう理屈ですよ。と大聖様の解放門のご主人、同じそこは同じことなんだよね、今言った通りなんですよ。あの、これですね、解放門が、まあ
ちょ今の言ったことを昔の言葉でね、人をも悪道に落とさん量に天狗下道平型の念珠を作り出して、だからイメージできるじゃないですか、こう本当にこう、ま、平らになってるような、そろばんみたいな、うん、そうそう、そろばんよりもっとこうね、念仏宗って大体そういう感じだよね。でそんなこと言ってんだよね、平型の念珠を作り出して一辺の念仏に十の玉をくりたりと、今言ったとおりこういうふうに、でないし1万遍をオーバー10万遍と申す、これ念珠の薄く平たきゆえなり、薄く平たいからそういうことするんだよ、して、そのやるためになってやってんだよと。でこれもただ申すにあらず、念珠をくるに平念珠、平数珠を戒めたること諸教に多く候、刺激ゆえにただ一二の教を編む、数珠教に曰く、まさに母玉を恋うべからず、都が所在に固有、数珠は仏のごとくせよと、聖子菩薩教に曰く、平型の念珠を用いる者は、これはこれ下道の弟子なり、我が弟子にあらず、我が唯亭は必ず円形の念珠を用いるべし、次第を超越する者は因果猛虎の罪によってまさに地獄に出すべし、うんぬん、これらの門意をよくよく信ずべし、平たき念珠を保ちて孤児、あの偽りごとね、をすれば三千大千世界の人の時期を奪う罪なり、食を奪う罪なり、そのゆえは世間の人空事をするゆえに春夏秋冬を違いて世間のけかちこれより起こり、人の病これより起こる、これひとえに猛虎より始まれるなりと。まさにこの義を読めば、そのバサって くれる、いっぺんに3つ4つ10個くれちゃうような、そういう平型、そういう風にするから平型ダメだよっていう、そういう義じゃないですか。で縁っていうのは何もおっしゃる通り、半径直径がもう絶対にこう首なしっていう意味の縁じゃないっていうもんね、ある程度の幅を取っていただきたいこうくれないという、そういう意味ですよ。これがさっき言った義、名者はその利を尊び、安者はその門を守るっていう、それになっちゃうわけだから、ノープロブレム、問題なし、はい、以上でございます。いやいや、こっちもね、あんま新鮮な角度からの質問なんで、あの結構勉強になりました。まあ皆さんもね、聞いたことない話だったと思うんですけど、結構だね。そしたら